スケルでした。ありがとうございました。キャプテンとしてメダルを取ったこのチーム、しかも銀メダル以上が確定しています。今どんなお気持ちですか？私たちが目指すのは本当にもう一つ上の金メダルなので、明日しっかり全員で頑張りたいと思います。それでは今日もたくさんの人が応援してくださいました。最後にファンの方にメッセージをお願いします。去年のストレスというのはもう発散できました？はい、今日発散しました。明日残ってますけど大丈夫ですか？明日も頑張ります。そして大舞台になればなるほどですね、力を発揮する江端選手ですけれども、何か秘訣がありましたら教えていただいていいですか？皆さんの応援が私までしっかり届いて頑張ろうという気持ちになることができました。たくさんの応援ありがとうございました。それでは明日への意気込み、目指すところ教えてください。明日も全員で勝って金メダル目指して頑張ります。